さあ、これより第2クォーターに入ります。攻守方向を入れ替えまして、今度は島根大学、画面向かって右から左に攻める形に変わります。島根大学、自陣32ヤードからセカンドダウン7。さあ、ここでトラブルが発生している。判定はどうなるでしょうか。ターンオーバー。ここで島根大学はランプレーを敢行しましたが、ランニングバック、ここでボールをファンブル。ファンブルをしたボールはどちらが抑えても構いません。そのボールを抑えたのは山口大学。従いまして、ここで攻守交代となります。ターンオーバー。攻撃権は山口大学に変わりまして、山口大学、相手陣38ヤードからの攻撃に入ります。山口大学、ファーストダウンテン。ナイスラン。しかしここでイエローフラッグが発生しています。先ほどのプレーの間に山口大学にホールディングの反則がありました。10番が相手選手を掴んでいた模様です。反則発、先ほどのランプレー自体は無効となり、反則発生地点から10ヤード抜退し、ファーストダウン、やり直しとなります。山口大学、相手陣39ヤードからファーストダウン11。4番プレイアクションからロングパス、奥に走り込んだターゲット88番へロングパスを通しました。88番競り合いながらこれを見事にキャッチしまして、そのままエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。鮮やかなパスを決めまして、山口大学先制の得点を挙げました。6点獲得です。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライ4ポイントに挑みます。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。山口大学、ここでフォルススタート、不正なスタートを切りました。5ヤード下がりまして、もう一度トライ4ポイント、やり直しとなります。スタートはナップの前にスタートをしたという反則です。山口大学、トライ4ポイント。このキックは失敗、6点止まりに終わりました。しかし山口大学、先制のタッチダウンを挙げまして6点獲得です。山口大学6点、島根大学0点。まず山口大学が先制を上げる形に成功しました。素晴らしいロングパスのタッチダウンでした。見事なパスを投じました。クォーターバックは4番の中田、そしてそれを取りましたワイドレシーバー88番は小山。中田は京都高校出身の4回生。小山は、向こう側の、出身の1回生です。
さあ見事に先制しました山口大学。その得点を挙げた山口大学のキックオフで試合再開となります。さあ島根大リターンに入り、密集点の突破を図りまして自陣30ヤード付近からの攻撃を得ています。山口大学81番山下選手によるキック、島根大学リターン10番村田選手による10ヤードのリターン。島根大学先制点を許しました島根大学ですが、この攻撃シリーズを反撃の起点とすることにできるでしょうか。ボールオン自陣32ヤードから島根大学ファーストダウン10。山口大学ナイスディフェンス。島根大学ここでオプションプレーを選択しました。クォーターバックが持つかランニングバックが持たされるかの選択で、ランニングバックにトスをしまして左オープンつきましたが、しかしこれは山口大学10番と71番見事に対応しましてこのランプレー阻止しています。山口大学10番は木下、池田高校出身の2回生、71番は秋永、京都高校出身の4回生、チームキャプテンです。島根大学セカンドダウン10。さあここで再び今度は右方向へオプションプレーを選択しました。しかしピッチをしたボールをランニングバックがジャッグルしファンブル。幸いこれは外へ出ましたので、そこでボールデッドプレー終了という形になっております。島根大学ランニングバック88番徳保選手、このファンブルをしました地点までの前進という形になります。山口大学10番ラインバッター木下選手のタックルでサーブダウンを受けます。島根大学サーダウン6。パス成功。ここでクォーターバック10番、右に展開したワイドレシーバー3番へのパスでした。3番なんとかキャッチしましたが、しかしボールが低いせいかそこで膝をついてしまいまして、前進約3ヤードでフォースダウンに変わります。しかし素晴らしいキャッチをしましたのは島根大学の3番の天野、三木高校出身の1回生です。島根大学フォースダウン3、パンプフォーメーションを選択します。このパント見事なパントでした。巧みなバウンドでサイドライン際を駆け上がりまして、ボールオン、山口大学の自陣8ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代となります。ナイスパント。19番のメッセージの方、コメントありがとうございます。私へのメッセージのようですね、できる限りいろんな形の試合を配信させていただきたいと思っております。さあその山口大学の攻撃があります。まずパスから入りました。右に展開したワイドレシーバー10番へのパス、しかしパスをキャッチした段階で島根大学見事カバーしまして、ゲイン3ヤードに抑えております。キャッチをしましたのは山口大学10番の木下でした。池田高校出身の2回生、木下は名門府立池田高校のアメリカンフットボール出身の選手です。
ス不成功。ここでクォーターバック4番はクイックパスを中央に投じましたが、あわやこれは島根大学15番のインターセプトになるかというプレーになりました。しかし結果的にはパス不成功となっています。素晴らしいパスカバーを見せましたのは島根大学15番の松村、クォーターバック兼任でラインバッカーとしても参加しています。倉吉東高校出身の3回生。パス不成功。この状況をパスで突破を図りました山口大学。しかし1番これをプレッシャーからかキャッチできずパス不成功に終わっています。山崎大学フォースダウンと変わります。高福岡さんは島根大学の先ほどのパントを褒めていらっしゃいますね。確かに素晴らしいパントでした。巧みなバウンドで相手陣深い位置で陣地を大きく取り返した形で試合状況を優位に変えております。ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しています。反則があった模様です。オフェンスの反則です。エンクローチメント、不正な体型でフォーメーションをしましてプレーを展開しようとしました。5ヤードバッタイとなりましてフォースダウンやり直しです。山口大学フォースダウン12。このバントはシャンク、陣地をそれほど返すことはできませんでした。山口大学陣20ヤードを超えた地点で攻守交代となります。攻撃権は島根大学に移ります。さあこのバントの成否が大きく状況を変えるでしょうか。島根大学相手陣22ヤードからの絶好の時間のファーストダウン点に入ります。ここでレフェリータイムアウトが入ります。現在審判団にトラブルが発生しています。
現在時刻は15時45分となっております。日差しもかなり和らぎ涼やかになっておりますが、しかし日中かなりの暑さを帯びておりました。その余熱がまだフィールド上に残っていると思われます。さあ審判団対応しまして、まもなく試合再開となります。姉妹大学相手陣22ヤードからファーストダウン10。パス不成功。さあこの状況をまずパスで一気に狙いました姉妹大学。中へ切り込んだワイドレシーバー7番にパスを投じましたが、しかしこれは山口大学のカバーもよくパス不成功となっています。姉妹大学セカンドダウンに変わります。ダウンは進んで、セカンドダウン残り10ヤードです。島根大学セカンドダウン10、ボールオン相手陣22ヤード。パス不成功。再びパスプレーでしたが、これも山口大学タイトなカバーをしまして、このパスを通させません。姉妹大サードダウンに変わります。姉妹大学相手陣22ヤードからサードダウン10。さあここで中央突破を狙った、キャリア88番、密集点につきまして攻撃権更新図りましたが、しかしわずかに届いておりません。フォースダウンで変わります。続いてはキャリア88番は西久保、針は農林高校出身の1回生。さあフォースダウン2、島根大学どのようなプレーを選択するでしょう。攻撃をします、プレー選択するか、いやフォーメーションを変えたフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス32ヤード。キック成功、3点獲得。封じられるかと思いましたが、見事フィールドゴールを決めました島根大学、3点を反撃として返しました。山口大学6点、島根大学3点。これにより3点追加です。さあ絶好の機会、しかし山口大学の奮闘によりまして、あわや断ち切られるかというところでしたが、島根大学見事にフィールドゴールで3点を返しました。これが反撃の起爆剤となるでしょうか。その得点を挙げました島根大学のキックオフで試合再開となります。島根大学キックオフキッカーは3番の天野が務めます。三木高校出身の1回生。山口大学リターナーは14番と99番が配置しています。キックは外へ出ましてアウトバーンズ、反則という形になります。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード前進した位置か、5ヤード下がって蹴り直すか、30ヤードのペナルティで自陣35ヤードの攻撃のいずれかを選べます。ここで山口大学は5ヤード下げてキックオフやり直しを選択しました。山口大学はキックオフリターンで狙っているのでしょうか。リターナーは14番の中山、広島城北高校出身の2回生。99番ウコン、山口高校出身の2回生が配置されております。
山口大学リターンに入った。中央を展開してから左にバーンダー、リターナー14番、相手の裏を突くように相手陣45ヤード付近からの攻撃を確保しました。リターナー14番、素晴らしい判断でした。14番は中山、広島城北高校出身の2回生。さあ、山口大学相手陣46ヤードからの攻撃に入ります。山口大学ファーストアンテン、さあ中央へのプレー、アイフォーメーションからのブラストプレーで中央を破壊しながら突破しました。キャリア99番、約7ヤードのゲイン。キャリア99番はウコン、山口高校出身の2回生。ここでウォーターブレイクとなります。この試合では選手の安全のため、さあ互いにいい状況で現在攻撃を展開しようとしています。島根大学は相手陣深い力のチャンスでフィールドゴールによりまず反撃となります得点を挙げる形に成功しました。そしてこのウォーターブレイクを迎える前、山口大学は相手陣46ヤードからの攻撃に入っています。この優位な位置からの攻防がこの試合の分岐点となるでしょうか。試合再開となります。山口大学相手陣39ヤードからセカンドダウン3、ナイスパスカット。ここでパスプレーを展開しようとしました山口大学、しかしこのパスを島根大学55番見事にパスカットし、パス成功としています。見事なパスカットをしましたのは島根大学55番の伊藤、倉吉東高校出身の2回生。サードダウン残り4ヤードです。山口大学サードダウン3、ナイスダウン、ファーストダウン。ここで山口大学はランニングバック99番にハンドオフしまして中央突破、99番見事に攻撃権更新果たしまして攻撃ファーストダウン獲得です。ここでランニングバック99番のウコンを使いまして攻撃権更新を果たしています。山口大学相手陣29ヤードからファーストダウン10、山口大学残り28ヤード、付近からファーストダウン残り10ヤードです。ランニングバック81番、オプションプレーのピッチを受け左オープン展開、相手タックの隙間を縫うように走りまして約9ヤードのゲイン。素晴らしいステップワークで9ヤードゲインを果たしました。ランニングバック81番は山下、甲府高校出身の4回生。
カウントダウン残り1ヤードです。山口大学セカンドダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣20ヤード。ナイスダウン、ファーストダウン。ここで山口大学はドロープレー、パスに見せかけたランプレーを99番に展開させました。見事裏をつくように99番左オープンを展開しまして攻撃権更新です。山口大学ファースター、オープンのをつきました。山口大学これにより山口大学相手陣5ヤードからファーストダウン2ゴールの状況に変わります。さあ4回の攻撃権でエンドゾーンを狙います。山口大学これを阻止できるでしょうか。島根大学ここで山口大学は前半2回目のタイムアウトを投入しました。チャット欄も応援メッセージ盛んになっておりました。ありがとうございます。ポーカー Z 様、 N 王様、 I 王様、メッセージありがとうございます。ぜひ両チームへの応援メッセージをお願いいたします。さあタイムアウトを解けまして山口大学ファーストダウン2ゴール残り5ヤード。タッチダウン。ここをトスしましたランニングバック99番のラス総力にかけました。99番巧みなステップワークで右オープン展開しましてそのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。ウコン選手のランプレーによりタニワーク99番ウコンのランプレーによりタッチダウン6点を追加しています。ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、オフェンス制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤードバッタイとなりましてトライフォーポイントやり直しです。オフェンスには制限時間があります。この制限時間内にプレーをしないと5ヤード抜退という形になります。山口大学トライ4ポイント。キック成功、1点追加。山口大学13点、島根大学3点。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。しかし先ほどのプレーは有効となっていますので山口大学13点は変わっておりません。
さあ先ほど得点を挙げました山口大学のキックオフで試合再開となります。キッカーは81番の山下が務めます。さあ島根大リターンに入りました。中央を切り上がりまして自陣30ヤード付近からの攻撃を終えています。島根大学自陣30ヤードからファーストダウン10。不成功。まず左に展開したワイドレシーバー10番へのパスでしたが、このパスわずかにショート、パス不成功となりました。セカンドダウンに変わります。島根大学セカンドダウン10、ボールオン自陣30ヤード。さあ中央突破を図ります。密集点、自らを体をねじ込んで突破を図りました88番。しかしゲインは3ヤードとなっています。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。先ほどのキャリアは88番の西久保でした。1回生ながら西久保、この地上戦を一手に任されているようです。高福岡様、そうですね、山口大学も中央へのランプレーによって攻撃権展開しております。昨シーズンも大活躍しましたウコン、そしてそれにさらに81番の山下が加わりまして地上戦でさらに優位に展開をしているようです。さあそれに負けじと島根大学を中央突破、88番タックル受けながら見事に攻撃権更新です。島根大学ファースター、素晴らしいランを決めました。島根大学88番は西久保、播磨農林高校出身の1回生です。昨シーズンも1回生ながらウコンが素晴らしいランを見せまして、この勢いに乗りまして山口大学見事に25年ぶりの優勝を果たしました。島根大学もこの再現を狙っているのでしょうか。西久保素晴らしいランプレーを決めています。今度はパスプレー、ナイスキャッチ、ファースター。中央切れ込んだワイドシーバー10番にクォーターバック15番パスを投じ、それを10番見事に応え密集点でキャッチし攻撃権更新です。島根大学ファースター。ここでクォーターバック15番松村、そして10番村田へのホットラインが開通しております。島根大学相手陣41ヤードからファーストダウン10。さあしかしこれで山口大学もディフェンス陣チャージをかけます。ランニングバック88番のランプレーを1ヤードで阻止しています。ここでホイッスル。島根大学ここで前半2回目のタイムアウトを使います。前半残り時間は1分16秒となっています。各チームは前半後半にそれぞれ3回ずつチームタイムアウトを取ることができます。
さあこの前半終了間際になりまして両チームその動きが活発化しております。島根大学この残り時間1分今日という状況を生かしまして一気にその差を詰めんと図っております。試合再開となります。島根大学セカンダウン8ボールオンは相手陣40ヤード試合時間1分16秒ピクシースタッチャーここで島根大学はパスにより突破を図らんとしました。しかしこれを待っていたかのように山口大学99番がこのパスをインターセプトパスをダッシュしそのまま一気にリターン味方をブロッカーに使い一気にフィードを取って返し相手陣エンドゾーンとしてタッチダウンインターセプトリターンタッチダウンで山口大学6点獲得となりました。素晴らしいインターセプトリターンタッチダウンを決めましたのは山口大学99番のウコン山口高校出身の2回生ここで守備で見せました。キック成功1点追加山口大学20点島根大学3点となりました。非常に大きなインターセプトリターンタッチダウンを決めました山口大学さらにリードを広げております。さあ残り時間は1分を切っていますが山口大学のキックオフで試合再開となります。さあこれを果敢にリターンに入った島根大自陣30ヤード付近を越えたところから攻撃権を得ます。島根大学自陣33ヤードからファーストダウンテン中央へのランプへを投入しましたが山口大学ディフェンス殺到しましてノーゲインセカンドダウンに変わります。島根大学ランニングバック85番の久保選手中央をつけました。2ヤードゲインをしております。島根大学セカンドダウン8さあここでトラブル発生しましてターンオーバーランプレーにより突破を図らんとしまして88番セカンドエフォートを見せましたがこの時に相手ディフェンスのタックルにありましてボールをファンブルその落としたボールを抑えましたのは山口大学でしたので攻守交代となります。ターンオーバー40ヤード付近よりファーストダウン残り10ヤードです。前半残り11秒で山口大学の攻撃と変わります。相手陣40ヤードから山口大学ファーストダウンテン
パス不成功。ここをまずパスプレーで入りました山口大学。しかしパス不成功によりセカンドダウンに変わります。レシーバー88番小山選手のパスは不成功です。ダウンは進んでセカンドダウン残り10ヤードです。山口大学セカンドダウン10。2ダウン、膝をついて時計を回します。ランプレーとしました。ここで前半終了となりました。ここで前半終了です。前半終了いたします。前半終了となりました。山口大学20点、島根大学3点。山口大学が2タッチダウン以上のリードを奪う形で前半戦を終えております。双方ともしかし白熱した攻防を見せた前半戦でした。勝負どころをしかし山口大学見事に得点に結びつけまして現在リードを作っております。しかし島根大学も反撃となりますフィードゴールを上げており、また攻撃も盛んで反撃の糸口を見出さんとしております。さあこのハーフタイムで双方どちらがその打開点を見出す形になるでしょうか。一旦このハーフタイムの間インターバルとさせていただきます。